24B 通訳者の体験談実務編その1。何の勉強もそうですけども、勉強してるうちに、悩み、あるいはこういうことはどうしたらいいのかなという疑問、そういうふうなものを持つわけで、そしてそういうふうなことを持っているということ自体が勉強で進歩しているということになるんだと思います。逆に言いますと、そういうものがない方はですね、それはちょっと考え直していただかんといかんと、いうようなことになるのかもしれません。それで、今月は先々月に続いて、皆さんに成り代わって、国広さんにいろいろとそういう悩みとか疑問をぶつけたいと思います。それではまた利根さんと大辻さん、よろしくお願いします。先生、この前の一般論的なですね、お話ですね、非常にその挑戦もしてみたく思うし、また厳しい側面もあるという、その通訳の技術でございますね。これをですね、習得する過程でですね、最も力を入れるべき何か学習過程とかトレーニング方法というものがございましたらですね、実践論的にお話しいただけませんでしょうか。そうですね、僕自身はね、よく書いたんですけども、その通訳者としては完全なその叩き上げの大工さんみたいなものでね、建築学の理論も知らなければね、それからその都市計画の勉強をしたこともないと、本当にこう叩き上げたという、存在でしかないわけですね。ですからその理論めいたことをとやかく申し上げる立場にない、その資格もない。ただ私自身がそれまでにやったことで、あれがおそらくその、通訳者として仕事をした時に後で考えてみれば役に立ったのかなと、思うようなことはいくつかあるわけですね。ですからそういうその思い当たる節だけをね、私自身の個人的な体験としてあくまで申し上げてお許しを賜りたいんですけれども、一つはね、私小学校の時から中学にかけてですがね、学校のその勉強をする、例えば試験の予習をするとか復習をするとかっていうの場合ですね、徹底的にやったことはね、教科書をね、声を出して読むということだったんですよ。でこれはもう国語ももちろんそうでしたけれどもね、例えばね、算数とかね、当時で言えば理科とかね、歴史とか地理とかね、そういう直接その言葉に関係のない科目についてもね、私のその試験勉強あるいは予習復習というのは徹底的にその教科書をですね、繰り返し声を出して音読すると、声繰り返し朗読するということだったんです。それがね、後になって考えてみますとね、例えば逐字通訳なんかの場合ね、ある程度こうまとまった思想をですね、日本語で表現しなくちゃならないというような際にね、随分と役立ってくれたというふうに思うんですね。つまりある程度その意味内容のある、しかもまとまった、しかも教科書ですからきちんとしたね、こう日本語でしょ、それをもう反復音読したということがね、後で自分で通訳をする際、あるいは講演なんぞをですねする場合にも、えらく役に立ってくれたんじゃないかなという気が一つします。でさらにそのそういう小学校時代の自分に課した訓練みたいなものがねあったおかげでね、英語の勉強を中学の1年生で始めました時もね、これは戦争中ですから今と時代は全く違うし、条件も違うわけですけれども、悪かったわけですけれども、中学1年から3年ぐらいまでの英語のリーダーをね、徹底的にやっぱり音読したわけですね。おそらく一つのレッスンについて500回は最低、音読したと思うんです。でそのことがね、今度は英語でその喋る際にね、大変にやっぱり益してくれたと。ですから私は率直に申し上げて、私のささやかな英語の基礎というのが作られたのは、やはり中学1年から3年までの学校のリーダーの反復音読であったというふうに、今でも固く信じています。ですからその2つがね、言ってみりゃその言葉の面におけるね、言葉の面における私の基礎訓練であったと。でできたらその通訳を志される皆さん方にもね、その日本語及び英語の両方についてそういうような訓練をね、ご自分に課されたらどうかなと
というふうに思いますね。それからまあ3番目は繰り返しになりますけれども、知的な矢印精神と、人間の営みには原則として興味を持つと、そしてそれについて広くね、まあ、物も読み人の話も聞くと、あるいはまあ自分でも考えるということが非常に大事じゃないかという気がしますね。確かに私どもあの通訳やってましてね、極限状態になりますとやっぱり完全な文章を作るっていうのは非常に難しいんですね。おっしゃる通りですね。ですからそういう意味で今おっしゃった主観労働ですか、うん、この訓練というのはその文章を完全にするという点では非常に役に立つと思うんですけども、うん、まああの主観労読ということをね、私あの自分の小さな本の中で書きましたのはね、まあ、あの時はまあ英語を勉強する人たちのために役に立つのではないかということで、まあ書いたわけですけれども、ただ単にその英語の勉強を志しておられる方だけじゃなくてね、やっぱり通訳をね志しておられる方にも同様に有効ではないかなという気がしますね。それと私あの一つ、まあ、疑問っていうか、はい、あの歯がゆい面があるんですけども、これほどですね国際化と言われている時代にですね、できることならばその通訳を介在しないで国際会議なり、あるいはあのミーティングなりですね開きたいと、その観点ですね、これからその通訳の仕事の需要はどのぐらいあるのかと、あるいはその通訳の仕事、現在の形での通訳、あるいは将来の形のですね拡大していく方向という意味でですね、どのぐらいそのプロフェッショナルの機会というのはですね、あの拡大していくものかという点でですね、これはねあの非常に大事なお尋ねだと思うし、私はまああえて厳しいお答えをですね、複雑ないお答えをまあ申し上げたいと思うんです。で一つはまあやっぱり何と言っても、まあ、英語について言うならば、その一通り英語の理解可能な人っていうのはまあ増えてるわけですね。でこの頃その特にまあ若手から中堅のですねビジネスマンとか、あるいは各界の人々の会合なんかに出ますとね、別に英語を専門としてる人ではない、あるいはそのましてや通訳者でもないにもかかわらずね、自分のまあ専門の分野に関して堂々と英語で発言できる人の数がね、これ非常に増えてるんですね。でこれはまあ層は非常に厚くなってると私は思うし、そのことは大変に喜ばしいことだというふうに思うんです。じゃあその通訳者というものの必要がですねそれだけ減るのかということになる。でもし減るんだとすれば、これ通訳の勉強なんか今からやったって間に合わないんじゃないかというふうにまあ懸念される向きもあろうと思いますけれどもね、確かにあのそういう人の数が一方において増えてはおりますけれども、しかし他方においてはまあ日本がさまざまな国際社会との関わりをですね増大させていかざるを得ないというね、まあ、面もあるわけですね。より多面的に、より多層的にその国際社会とのつながりが今後必要になっていくだろうと。でその際にはあのやはり何と言いますか、ソフトテクノロジーとしてのですね、通訳技術、あるいは翻訳技術、橋渡し技術、架橋作業と、まあ、いうようなものがね、ますますその必要の度を加えていくだろうとこう思うんですよ。ですから確かに英語のできる人は増えている。だからといってしかしその橋渡し作業が質量ともに減るというふうに私は思わないということはまあ申し上げられると思うんです。ただ一つね、何しろまあ英語、まあ、ぐらいがです、英語ぐらいはですね分かる人っていうのがまあ今後ますます増えていくでしょうからね、通訳者っていうのもね、こうありきたりのね通り一遍の通訳者ではねちょっとどうかなという気がするんですね。つまりその通訳者の質はね、今までよりもより高いものがね、まあ、求められる時代が来るのではないかという気がしますし、でより高い質ということになりますとね、これはまあ私の、まあ、ある種の希望でもあるんですけれども、ある程度こう専門的に分化したね通訳者っていうものが必要になるんじゃないかと。つまり通訳者の層というものが非常に厚くなるという反面ね、今度はそれがこうディファレンシエイトしていくというか、こう分化していくと。でまあ、現実にその通訳の世界でのまあ先進国であるヨーロッパなんぞを見ておりますとね、スイスにしてもまあフランスにしてもどこにしてもそうですが、あるいはイスラエルなんかもそうですけれども、見ておりますとね、やはりその例えば自然科学の中でも、例えば電子電気というようなまあ部門の通訳をやるとかね、あるいはお医者さん医学の分野を専門にするとかね、生物諸科学を専門にするとかというふうにこうやや分化していますね。
で、ヨーロッパなんかの場合にはご案内のように、そのお医者さんの資格を持った人が医学関係の通訳をやるとかね、それから弁護士としての資格を持った人が法律関係の通訳者としても務めるとかね、まあ、趣味と実益を兼ねてですね、通訳をすると、まあ、いうようなケースが多いわけですからね、まあ、日本はまあそこまで到達するのにはやや時間を要しましょうけれども、まあ、いずれそういう方向に向かうのではないかというような気もするんですよ。ですからね、知的野獣馬ということを申し上げた手前、ややその形容矛盾になるのかもしれないけれども、一方においてはやはりその何かこう自分の専門の分野を持ってね、例えば経営とか経済とかいうようなことはもう俺に任しとけと、それはもうその実態も知ってると、内容もちゃんと理解できると、同時にその分野での外国語もちゃんと身につけてると、橋渡しもできると、俺はもう経済経営関係ならもう俺を置いて他にないんだというようなね、こう自負を持ってもおかしくないような専門的な内容的な勉強と、それからその分野でのその外国語の勉強、そして通訳技術というようなものをこう兼ね備えたようなね、人がたくさん出てきてほしいなと思いますね。通訳をやる人もその専門をこう分化していくというようなお話がございましたけれども、最近私もちょっと耳にした話で、そのあまり人間の感情をこう通訳する必要のない部門ならば、そのコンピューターというものが今にその通訳の仕事をできるようになると、しかもそういう開発が非常に進んでいるというようなことを耳にしますけれども、その点に関しましては国広先生のお考えはいかがでしょうか。確かに例えば日本においても東京工業大学あるいは京都大学あたりでですね、その人工翻訳機みたいなものの開発研究が行われているということは、まあ、その担当者からも私伺ったことがありますし、でまたその京都大学のあるその分野の専門家の先生にですね、先生どうですかと、やがてその通訳者、人間の通訳者あるいは翻訳者などというものはね、そのアンエンプロイアブルにですねなるのではないかと、まあ、いうふうにお尋ねしたことがあるんですよ。そしたらその京大の教授はですね、国広さんそんなね心配をするのはね、そのいつね天からその星が落っこってくるかということをね心配して夜もおちおち眠れないようなもんですよと、そんな心配はご無用ですと、幸か不幸か我々のその開発技術というのがね、その予見しうる将来にね、その人間のその通訳者翻訳者に代替できるほどね、こうのところまでその域にまで到達することはないですよと、まあ、こうおっしゃってましたからね、まあ私専門じゃないから分からんけれども、そうじゃないですかな、と思いますよ。じゃあ安心して一生懸命勉強を続けていただくのか、まあ、安心してかなりということじゃないでしょうか、はい、確かに今先生おっしゃったように、コンピューターっていうのは確実的な言葉を訳すという点ではいいですよね。その人間の言葉っていうのはやはり同じ時間を聞くにしても、今何時だいという言葉があれば、今一体何時頃だという言葉が違う場合がありますね。そういうふうな非常にフレキシビリティが要求される場合にですね、立派に通訳技術を身につけて、しかもその通訳をやるという場合にですね、例えばその発言者のスピード、それから内容、それからご自分とのですね、専門との兼ね合いでですね、どの程度、それからまたいかに訳すか、またその通訳者のあるいはそのインフォーマントであるスピーカーのですね、持ってるよし悪しというか持ち味をですね十分に発揮するためには、ある程度その人間的な操作が必要だと思うんですよ。その辺のところでですね、いかに訳すか、またどの程度の工夫がされてしかるべきかと、この辺先生いかがでしょうか。やっぱり通訳者というのはね、人間でなければできない通訳をね志さなくちゃいけないと思うんですね。機械にこう代替されるような通訳じゃダメだと、ましてそういうその新しい開発技術がね出てきたりしますとね。ですからその機械というのはやっぱり所詮はまあ蒸留水的なね、無色透明な、まあ、味も素っ気もないと、まあ、いうようなことでしか私はおそらくないだろうと思いますから、と我々がやっぱりやる通訳というのは有色不透明であるべきだと、蒸留水じゃなくて、まあ、若干いろんなその強雑物がね入ってるかもしれないけれども、でもその強雑物があるがゆえにね、蒸留水にはない味わいがあると、まあ、いうようなやっぱり通訳を志すべきではないかと思うんですよ。ですからこれはまあ人によって、人様によって非常にご意見の違うところでしてね、通訳者というのはあくまで純粋な機械を目指すべきだと
いう、まあ、説を唱えておられる高名な、まあ、通訳者も何人かおられます。でそういう方々の私意見に決してその意を唱えるものじゃないんですけれどもね。ただまあ私個人としてはね、やっぱり非蒸留水であるべきだと、無色透明を目指すべきではないのではないかと、機械を目指すんだったら下手すると機械に取って代わられちまうぞというような、まあ、危惧もね感じないわけではない。さあそこでね、そのじゃあどの程度までその技術としてですな、つまり有色不透明であるべきかと、どうしたらそういうことになれるんだと、まあ、こういうお話になるとね、これはまあ非常に難しいと思うんですが、一つはやっぱりこういうことじゃないでしょうかね。その現スピーカーならスピーカーが話す内容についてね、できるだけこちらもね、もちろん専門家の息を待つことはできないけれども、できるだけこちらもね、その内容についてですね、知識も持っておるし、からある種の、まあ、自分自身の、まあ、考え方、あえてバイアスと言ってもいいと思いますが、も持っておるということがね、やっぱりその大事じゃないかなという気がします。それからもう一つはやはり、そのこれはまあ望んでなかなか得られることばかりじゃございませんけれども、そのスピーカーとの間に何かこう個人的なラポアみたいなものがね、こう成立してるとね、何かこうその当のご本人にこう乗り移ってですね、あるいはその当のご本人が私に乗り移ってですね、何かこうピタッとこう合うようなね感じで、その通訳がまあ可能になるのではないかと。これはまあ演劇ないしはまあ芝居、日本の古い芝居の場合についても同じことで、飛幕虚実の間という川幕虚実の間というまあ古い言い方があるわけですけれども、プレイライトですね、つまり物を書いた人と、それからそれを演ずるまあ役者さん俳優さんとの間っていうのは、何かこうまさにつかず離れず、一枚の川がこうそこにこう存在するかしないか、虚と実の間のその何ていうかこう非常なこう微妙なね兼ね合いみたいなものがね、やっぱりあるんじゃないかと思うんですね。ですからまあそのスピーカーとの間に何かこうラポールが人間的にできればね、心理的な情緒的な、あるいはその知識の上で、これやっぱり乗り移ったり移られたりしやすいということがあると思うんです。ただまあそれはまあいつの場合にも可能じゃないわけですから、大事なことはやはりその相手のスピーカーに対する人間的な親切心みたいなねものじゃないかと。つまりあの人が何かこう言おうとしてると、何かこうメッセージを伝えようとしてるんだと、でそのメッセージをそのできるだけ有効適切にですね、伝えるためのこう手助けを私がしてあげるんだと、そういうその意味での人間的なこう親切心みたいな、相手にとって代わって自分が彼の頭脳となり、彼の口となり、彼の耳となってですね、意思伝達をできるだけ過ちのない、差し障りのないものにねこうしていくんだというね、やっぱり人間に対する親切心、人間に対する興味、そういったようなものが大事じゃないかなっていう気が大変強くしますね。特に今回は実務編ということですね。一つお聞きしたいの点がございまして、日英日、やはりそれぞれの難しさと、それから特色があると思うんですね。その場合特に同時通訳をやってる場合ですね、私なんかの場合、そのインフォメーションユニットがはっきりしているという点では、英、はいはい、日の方がそのやりやすいという点がありますね、はいはい、ですから何かその特に英日日英、それは同時通訳逐次通訳両面に分けましてですね、特徴なり、あるいはその難しさというのがございましたら、お話いただけますでしょうか。まあ同時と逐次というふうな分け方をすれば、よく言われることですし、私もそう思うんですが、やっぱり一番最初はまあ逐次から入って、そして同時にさらに入り、抜けるときはやっぱり逐次で抜けると、つまり逐次に始まり逐次に終わるということだろうと思うんです。で確かに同時通訳の方が一見こう難しいように、素人の方はね思われるようですけれども、でまた同時通訳は同時通訳なりのまあ難しさっていうのがありますけれどもね、しかし私はまあ本当に難しいのは逐次じゃないかなっていう気がね、個人としてはまあするわけですね。というのはまあ同時通訳の場合はね、聞く方の人もですね、聞く方の人も英語もなんか生実家入ってくる、しかも日本語も入ってくる、両方がこうないまぜになっちゃってね、日本語そのものがどの程度まで整理されてるかとか、
守備一貫してるかっていうのことについてはね、あまりこう関心を払わないでね、うっかり聞いてくれてる場合が多いわけですよ。率直に言うとね、魔が差しちゃってるわけですな。ところがね、逐次の場合はね、特にまあ英語なんかの場合はですね、分かる人たくさんいるわけですからね。でその一もともとの英語のスピーチを聞いた人が、あの通訳者なんて訳しやがるだろうっていうのはね、かなりこう意地の悪いね、その気持ちでですよ、その今や遅しとね、落とし穴にこうバーンとこうはまり込むのを待ってるみたいなところがあるわけですよ、英日の場合は。これはロシア語とかね、モンゴル語なんての場合はね、そんなことしてるこっちに余裕がない、聞いてる方に余裕がないけれども、英語の場合はね、これそうでしょ、今や遅しと我々が通訳者がその落とし穴にドボンとはまるのを待ってるというようなことがありますからね。その意味で私はね、逐次っていうのはね、大変にね、神経の使うね、神経のつまりくたびれる作業だというふうに思いますね。日英か英日かということは、まあ、これはあのこの間のこのプログラムで申し上げたわけですが、私個人としては英日の方が難しいと、なんとならば聞き取りに困難を感じると、聞き取れないものは訳せないという非常に単純な理屈から言えばね、聞き取りに困難を感じるものはやっぱり訳しづらいと。で私はまあ英日よりは日英の方がどっちかといえば好きだということはまあ言えますね。で私どものまあお仲間のいろいろなまあ通訳者を拝見してましてもね、まあ、金山先生が果たしてどうおっしゃるか、あるいは西山先生さんがどうおっしゃるか伺ってませんけれども、例えばあの浅野佑さんなんかの場合はね、日英の方が好きだとはっきりおっしゃってますしね。それからまあこの番組には直接関わっておられないかもしれませんが、都立大学 の三信名誉さんなんかもね、日英の方が好きだとおっしゃってますしね。私の見たところどうも日英派の方が多いみたいですよ。なるほどね。先生、今の逐次の問題ですけどね、はい、あの初心者が練習する場合の逐次の量としましてですね、大体何分ぐらいのものをですね練習すれば一番まとめやすくて、しかもその通訳の技術の向上にはいいんでしょうか。まあその全体が何分だということもさることながらね、私はやっぱり英語の場合はですね、英語から日本語訳す場合ね、その英語というのはね、やっぱりね、パラグラフでね、パラグラフ単位でね、一つのこうまとまった思想なりですね、思いなりというものがね、こう提示されると思うんですよ。でこれはまあ日本語、我々日本語書いてるときはね、そのパラグラフ感覚なんてあんまりなくてね、なんかのんべんだらりんとですね、その牛のよだれみたいにガーッとこう書き流すところがある。ところが英語というのは日本語よりははるかにそういうそのパラグラフ感覚っていうのがこうピチッとしてましてね、ある一つのまとまった思想はパラグラフ単位で言うんだというところがまああるわけですから、それから考えるとね、どうでしょうかね、あのやっぱり一パラグラフというものがね、一つのまあユニットというか単位としてね、適当な長さではないかと。ただしその場合にその5パラグラフ続けるのか、そしてそのパラグラフの切れ目切れ目でですね、こう逐次通訳をしていくのかどうかっていうのは、あるいはもう1パラグラフなら1パラグラフだけをまず練習してですね、それがしっかりできるようになってからこう次に2パラグラフ3パラグラフというふうにいくのかね、それはちょっと私は一概に言えないと思いますね。しかしやっぱりパラグラフ単位でね、思想がまとまった思想が述べられているのが英語という言葉なんだということだけはいくら強調しても強調し足りない大事な点だと思いますね。まだ逐次に関してはいろいろお聞きしたいんですけども、時間もありませんので、この同時の場合にですね、はい、やはりその聞きながら話すという一つのその神業的なね、はい、技術が要求されますね。そうするとインフォーマントの声がですね、声を聞きながら自分の通訳をやると、その場合にですね、インフォーマントの声が自分の声で邪魔されずにですね、その無心の境地でですね通訳ができるという何かその初心者向けのアドバイスございませんでしょうか。絶えず国枝先生、座禅の境地に通じるとおっしゃってますけども、何かその辺どうでございますか。まあね、僕もねそんなような気がするんです。でまあこれは例は非常に卑俗ではありんだけれども、ね、パチンコなんかでもそうだと思うんですね。その私はまあかなりパチンコの、まあ、達人にまで達しないけれども上手ぐらいまではいってるんですけれどもね、本当にね、その無我の境みたいなねものがパチンコの場合でもありうるわけでね、そうなってくるともう周りで流してる軍艦マーチもね、隣でじゃらじゃら音がしてることもですね、あまりこう気にならないと。つまりそのまあ言ってみれば無心の境地というか無我の境地みたいなねものになるんだろうと思うんですね。ですからやっぱりそこで非常に大事なのは、
まあ、高度の集中力ということだと思いますよ。でその集中力、つまり自分のその気持ちをですね、どこまでその翻訳、つまり通訳ですね、翻訳通訳という作業にこう何ていうかこう瞬間的にでもですね、あれば10分なり15分なり集中できるかというね、やっぱりその集中力を養うためには一体何じゃ何がいいんだということだと思うんですね。ですからまあちょうど人間がその例えば暑い日にも汗をかいてですね、徹底的に汗をかいちまうと汗と自分とがこう一枚になってですね、どこまでが自分でどこまでが汗だかこう2つがこう区別できないようなね、そういうようなまあ状態になるのと同じようにね、やっぱりその対象と自分をこう一枚にねしてしまうということ、まあ、これは言うは易くね、なかなか実行難しいわけですけれども、なんかそういうそのところではやっぱりパチンコにも通じるかもしれないし、あるいはゴルフなどにもね通じるのかもしれませんし、あるいはまあ座るという、まあ、座禅というね、ああいう境界にも一脈相通ずるものがあるんじゃないかなと。でこれはまあ精神論を申し上げるようで非常に恐縮なんですけれどもね、やっぱり精神論だと思うんですよ。ですからじゃあどういうことをしたらね無我の境地になれるんですかとこう言われてもね、これはやっぱりその人人のですね、置かれてる環境とかね、育ってきた背景とかね、まあ、いろんなことによって違うわけでね、私なんぞはまあパチンコを通じてね、やっぱりなんかこう、まあ、無心に近い状態というのはこれなのではあるまいかなというねこともありますからね。でその時はまた調子がいいんだなよく出るわけですよ。通訳もある程度同じだというね面があるんじゃないでしょうかね、うん、まあこれはしかし具体的にはよく分かりませんね、どうしたらいいか。確かに通訳やっててそのパチンコのことをですね想像できるようになれば大したもんだと思うんですけどね。先生の場合はあれですか、例えば同時通訳やる場合ですね、ご自分の話してらっしゃる声を改めてこうお聞きになりながら整理される方が楽なのか、それともインフォーマントの声をですね聞くだけでご自分の声はその意識されないと、どちらのタイプなんでしょうか。どうです、そういうふうに2つのタイプに分かれるんですかね。何か通訳者になろうとしている方にはですね、うん、そういうことをなんか意識して自分の中で聞いてらっしゃる方いらっしゃいますね。そこらはね僕ちょっと今自分でこうなんて言いますか自覚したっていうかね認識してませんのでね何とも言えませんが、僕自身は比較的通訳をしてる時にも自分の声が大きくてね、自分の大きな声にこう煩わされてですね妨げられて肝心のその現スピーカーの声が聞こえないっていうことはよくあるんですがね最後に一つ聞きたいと思ってたことなんですけれども、前のプログラムの中で先生がおっしゃっておりましたけれども、先生はまあ現在通訳からは遠ざかっておられると。でそれには何か特別な理由とか、もしくは通訳の例えばその生きがいみたいなものですね、そういうものとこう直接こう結びつくかどうか、その辺のところ、あとはまあ通訳者を志すそのまあ後輩に対して何か適切なアドバイスがございましたらばお願いしたいと思うんですけど、これはね私だけじゃないと思うんですね。つまり遠ざかるっていうか遠ざかっちゃったというのはね、例えば金山先生ご自身もそうだし、それから浅野先生もそうだしね、西山先生もそうだし、まあ、日本の特にまあ男性ですね、ある程度まあ中年以上のまあ男性の場合には、これは通訳ということをまあいわばその専門的なね、日常的な職業としてね、やっておられるという方は非常に数が限られていると思うんです。で一体それはなぜなんだろうかということですが、私個人の場合について言いますとね、やっぱりこう自分の踊りを踊りたいというかね、自分の歌を歌いたいというね、大変生意気かもしれないけれども、まあ、そういう気持ちが一方においてあったということはまあ事実でしてね、まあ、通訳翻訳というのは、まあ、要するに振付師でしょ。自分で歌を歌うわけではない、自分で作曲するわけではない、いわばその演奏家であるわけですね。で私は演奏家だってね、作曲家だって同様に偉い人は偉いというふうに思いますから、その意味でその職業に寄せがないのと同じでね、どっちが上でどっちが下だっていうのは関係は全くないと思いますよ。ただ私個人としてはやっぱり自分で作曲してみたいと、演奏家もやったけれどもやっぱり自分で作曲したいんだというところがね、まあ具体的にはまあ通訳の仕事から日常的に離れていったという理由だと思います。まあ合わせてこれはまあこんなこと言うと西山先生あたりから大変に大目玉を頂戴するかもしれんけれども、まあ、年齢の問題がねやっぱりある程度あるんじゃないかなって気もするんですね。これはまあ人様にもよります。
私のようにあまり節制してないね、不節制な男、タバコを一日に、3箱も吸うような男はですな、どうもやっぱり通訳という仕事にはね、その集中力という点でね、問題がこう出てきたと。最近はまあ老眼鏡をかけないと字が読めないとかね、脳なんかの嫌いがだん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 出てきてですね、この脳なんか症を克服するためにはいかにしたらいいかっていうことをね、いやこれ真面目にね考えざるを得なくなってますからね、そういうことがあると思うんですね。それでまあそのじゃあ後輩に対するまあ激励の言葉ということになりますが、まあ先ほどもちょっと触れましたようにね、今後はますますその通訳者の層も厚くなると、同時にしかし専門家もね、つまり文化が必要とされるだろうと、よほど勉強していただかないといけないかもしれんと。マジックな通訳だったら直接もう英語で聞いた方が早いっていうような人がたくさん出てくるだろうということがまあ一つと、それからしかし通訳という仕事はですね、まあ国際人という言葉をあえて使わせていただければ、国際人になるための非常に格好なですねインターンシップのね時代であると。だから皆さんは要するに国際人のインターンなんだと、そのつもりで一つ頑張ってほしいなということを申し上げたいと思います。